さあ前半戦が始まります。さあ立ち上がり慎重に攻めたいと。シュート。主審ファウルを取りました。計測したフォーメーションを突き破るドリブル、センタリング、キーパーこぼした。ファーサイド、キーパーに阻まれました。スペースを埋めます。スローイン、これは危険だ。合わせた。ここからループシュート。コーナーキックを得ました。ゴールマウスに嫌われた。多彩な攻撃を見せてくれるか。カットできるのか。さあここからどう攻める。スーパーセーブ。シュート。コーナーキックを得ました。狙いすぎたようです。さあチャンス到来。これはオフサイドでしょう。ん、微妙でしたね。キャッチされた。いいパスが出た。これはチャンスだ。走り込んできた。これはゴールキック。横にそれてしまった。決まった。ゴール。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。
ターン、カット、シュート、ここから狙う、できない、折り返す、ハイボールを競り合う、出た、いいボールですよ。これはちょっと危険なプレーでした。おっと、これはイエローでしょう。前半戦終了。前半戦が終わった。後半戦キックオフ。まるでボールを持った仮面舞踏会。頭でつないで合わせた、出た、キラーパスになるのか、放り込んできた、ここで折り返す、ハイボールを競り合う、最後のところで崩せない、上げてきた、さあどちらがボールを支配するのか、主審ファウルを取りました。頭で合わせた、中へ上げる、華麗なドリブル、これは気をつけないと、折り返した、ジャンプ、頭でつないで、you
華麗なドリブル。ファーサイドに上げた。主審ファールを取りました。レッドカード、退場です。交代した選手がサポーターの ファールを取られました。ヘディング、ここはいいディフェンス。あと5分です。ドリブル、中に絞ってきた。主審笛を吹いた。イエロー、ここはキーパーがキャッチ。ミドルシュート、虎の子1点を守り抜きました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？実に素晴らしい試合だったと思います。はい、